ジャスト・フォー・ラフズは毎年7月にカナダのケベック州モントリオールで開かれるコメディフェスティバル。1983年から開かれているこのイベントは世界最大級のコメディフェスティバルである。セントテニスシアターに掲げられたマスコットキャラクター・ビクター第26回ジャスト・フォー・ラフズの様子1983年。このイベントはフランス語話者のためのイベントとして2日間行われた。 1985年からは、英語話者である、アンディ・ヌルマンが参加し、イベントは1ヶ月間開かれることとなった。このイベントでは、ニューボードビリアンとして、大道芸人たちが、カルチエラタンで様々な芸を披露する。ティム・アレンなどのコメディアンたちが、世界中からやってくることもある。また、このイベントは、アメリカ合衆国でもシニアに、テレビ放送されており、このイベントを紹介している。 ジャスト・フォーラフズは、カナダの CBC テレビジョン、コメディネットワーク、および TVA で放送されている。この番組の姉妹版には、ジャスト・フォーラフズ・キャッグス、JFL ・インプロブ・チャンピオン・シップス、オール・アクセス・パス、JFL ・ザ・ロスト・テープスがある。ありがとうございます。